んで今日はこのカッコがまあいいんですけれども、今日ですねカッコですね珍しく古代人のカッコで遊びに来ております。カッコカッコ、古代人のカッコの他にいつもどんなカッコしてるっけ、考えて。新しいね、新しい。そうね、いつもカッコ宮崎の有名な地鶏宮崎地鶏っ子のカッコをしています。そんなカッコなんですけれども、食いしん坊でいたずらっ子なんですが、違うよって、そうじゃん、違くないよ、お姉さんにいつもいたずらしてるじゃん。何よ、それ一番ダメなやつ、一番それやっちゃいけないやつですもん。その他にもね、よく前髪ってしゃぐしゃにされるんですけれども、カッコ、カッコと言ったらさ、何ですか、得意なことあるんじゃない、ある、じゃあ見せて、せーの、おー、どうやらカッコってダンスがすごい得意なようですよ、拍手もありがとうございます。なのでカッコのダンスにもぜひ注目をよろしくお願いいたします。さあ、そんなカッコ終了したと思ったでしょ、まだでした。今のお姉さんガッて見えたんですけれども、カッコ食いしん坊じゃないですか。カッコと言ったら何だろう、何が食べたいかな、 いろいろ、うん、ずっと、マイクがちょっと切れてしまいましたが、あのカッコ、カッコ焼き鳥ももちろんありますが、私は見つけました、カッコの大好物、なんと今日焼きそばがありました、よかったですね。これ食べてお昼もね頑張っていきたいと思います。どうぞ食いしん坊のカッコ、ぜひ注目をよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、おもちゃもお待たせしました。さあ、おもちゃも真ん中どうぞ。違う違う、カッコ、違う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 の、違うの、カッコの、ちょいちょい、そうね、あちらで遊んでいてください、カッコ大丈夫です、バイバイ。さあ、おもちゃお待たせいたしました。まずはですね、小林市の観光イメージキャラクターのコスモちゃんとなっております。コスモちゃんですね、霧島連山のふもとから湧き出る新鮮なお水と空気、そして美味しい牧草をねたくさん食べている元気な女の子となっております。もーちゃんは朝の日課があるんだよね、ちょっと皆さんにじゃあお知らせしようかな。朝起きたらもーちゃんどんなことをするんですか。おー、なるほど、ウォーキングが好きなのか、なるほど、ウォーキング体にいいですもんね。そして、うん、あ、髪の毛綺麗に朝シャンもするの、なかなかやりますねもうレギーですね、完全に。分かりました。おーちゃんもですね、すごく可愛いダンスを踊っていただくので、この後のダンス注目していただければと思います。そしてカー君、そういうねそうね、腰痛いんでしょ、カー君腰痛いのお姉さん知ってる、そう、腰痛いんだよね、腰痛いけど頑張って教えてくれました。そうなんです、今日はね、のじりコピアのゆーたんくんも一緒にステージに上がっていただきました。この後のダンスもね、ぜひコラボしていただくみたいなので、皆さんまだまだ注目よろしくお願いいたします。そしてカー君大丈夫、もう、あー、ちょっと待っててね、カー君疲れすぎですよ往復でカエルジャンプした、それ疲れるよ、ちょっと起きて起きて、よいしょ、あー、もう、もーちゃんありがとう、優しいね。じゃあそろそろもうね、時間も来ちゃったので、最後のダンスお届けしたいと思います。